はい、アステージをご覧の皆様こんにちは。言わなくていいんだから。はい、どうもどうも、ユージの部屋でございます。まだもういいと思います。はい、扉の向こう側、キャストコメントムービーでございます。私ジュリアン役をやらせていただきまして、岸ユージです。よろしくお願いします。はい、どうもリース役の吉原光雄です。ハロルド役の泉洋平です。はい、今日は対談ということでよろしくお願いします。キャラクターを説明してください。リースという人間が、自分の人生に、もうすぐ死にそうなわけですね。もう死に至り始めている時に自分の人生を振り返って後悔したことや、はい、ああと思ったことを告白書というものにこうまとめて書いて、でそれを弁護士事務所に届けて、みんなにこう自分の死をもって償おう、その告白書によっていろんなものを罪を償おうとする、うん、役なんですが、その告白書が問題になって事件が巻き起こると、一番問題を起こしたという人です。実業家ですね。はい、ホテルの経営者である。はい、うん、そしてはい、ハロルドという男はですね、その事件には直接関係ないんですけれども、この事件の舞台になっておりますのが、リーガホテル、リーガルホテルというね、はい、高級な上品なホテルなんですけれども、そこのスイートルームで、巻き起こるさまざまなエピソードなんですけれども、そこのホテルの警備員で、気がついたらものすごくその事件に、足を突っ込んでいたというような、はい、役でございます。犯罪者ですね。犯罪してるつもりはさらさらないんですけど、死体遺棄ですよ。そうなんですよ。だけれどもね、なかなか断り切れずに、人がよくお人よしすぎてそうですね、事件に巻き込まれるキャラクターです。私は、リースの右腕というべき、実業家の一人でございまして、自分たちに降りかかる不幸を自分で取り除くトラブルシューターみたいな役でございます。さあ皆さん、お稽古場での空気はいかがですか。風景を体験していただいていかがですか。そうですね、もう結構佳境に入ってきてるんですけども、ね、はい、まあ、空気的には本当にいい感じで進んでいると思いますね。はい、宮内さんどうですか。なんかとってもこう空気が流れてる稽古場だと思うんですよね。で、通し稽古をここ数日間こう毎日続けていて、で新たな発見がこう毎回あるじゃないですか。毎日毎日ね、こう前進している。それを、このキャストも演出家もみんなでディスカッションをして、さらにこう進化していくっていう、日々進化しているこの流れている空気の中に身を置けるということはとっても幸せだなって今思います。そうですね。なんか僕から見てて、演劇的にもその戯曲とかそういうことに関して精通している三尾くんがすごくこう引っ張ってくるような、それやめてもらっていいですか。印象ですけど、どうですか。何がですか。はい、作品としてこうみんなの雰囲気をぶち壊すというふうに自分では言ってますけど、言ってないですよ。言ったね、はい、言いました、ね、自分では言ってますけども、はい、実は引っ張ってくれてる。いやいや、そんなことないです。一番若手なんですけども、なんかこう見えて、はい、そうですね、はい、なんかいろいろ本当にだから僕が言わせていただけるような空気な稽古場なので、一番若い自分がこうパッと喋ったりとか質問できたりする現場なので、なんかいい現場だなと思いますね。うん、他の女性の皆さんとのコミュニケーションなんかどうですか。でも本当なんかこうなんていうんですか、皆さんがどういうイメージ持ってるかわかんないですけど、宝塚トップスターとか、なんかこう一郎とか、なんか名前聞くとドーンっていう感じがしますけど、それとはもう真逆なフランクな、もうなんかみんなペラペラおしゃべりしててっていう感じですね。楽しい。なんか3人集まってしゃべられてるのを見るのもなんかほっこりしますよね。うん、その独特の空気はあるけれど、他の宝塚の印象なので。でも、さっきも言いましたけど、でも主演の宗さんは辞めたばっかりなんですけど、そうとは見えないバイタリティあふれる、なんかこう、なんですかね、まっすぐですよね。なんか何においても知りたい、教えてくださいとか、やってみたいです、やりますとか、そういう感じが。ありますし、さっきの取材にもございましたけど、今度さんはムードメーカーとしてこう明るくこう場をいい空気を流してくれますし、一応さん意外と天然なところありますよね。
それは新しく発見したところですね。思わずクスクスと笑っちゃう勘違いをずっと続けてたりとかするところが意外と面白かったりとかしますよね、はい、うん、すごく可愛らしい、キュート、キュートですね。皆さんどうですか。華やかですよね、女性陣がやっぱりと、うん、だから元宝塚のトップの方々っていうのと、あと不思議だなと思うのが、その雪組のトップの皆様が時空を超えてここの扉の向こう側でね、舞台に並んでるっていうのも素晴らしいことだなと思って、それだけでも価値があることだなと思って、新たに発見した、もしくは初めてだったんだけど、こう思ってたけどこうだったみたいな、こう思ってたけどこうだった、まあ、さっきね、そうですね、陽平さんは僕初共演なんですが、自分はその舞台上でいる陽平さんしか、まあ見たことないというか、その間は喋ったこともなかったので、そのイメージの違いとかギャップ、まあギャップがあるから俳優なんでしょうけど、それこそまあいわゆるその、さっきも言ったどんなイメージだったんですか。いや、まあいわゆる役的に会いに来るとか、そういうちょっとこう重々しい役が多分皆さんも自分で多いと思った、そういう役を見てたので、なんか普通に喋ると本当フランクで、なんか優しい、まあ腰が低いというか、嫁さんの方から挨拶してくれたりとか、無視されましたしてくれる人なんで、なんかそこは意外でしたね、うん、キスはまあ別になぜあははじゃない、別にというか、ね、最近共演してますので、ね、変わらず、でもまあ1年ぶり、そして来年前でも全然変わらない感じですね。変わらないってどういうイメージですか。一匹狼的なとこと、かまってちゃん的なとこと、あ、かまってちゃん一言多いところとっていうところは変わらないな。申し訳ない。お前似てるからね。一言多いベクトルが違うだけで。いや、そんなことないです。あ、そんなことないです。いや、彼はこう見えてすごく中身は少年なんですごく若い人間なんですよ。皆さん誤解してるいたら、誤解する人がいたら誤解を取り除いてください。ありがとうございます。素晴らしい。吉原光夫工場委員会ですね。ええ、工場委員会。イメージアップを。イメージアップを。委員長。勤めてさせて面白いなとか、こう見どころだなと思うところってありますか。あんまりこう、まあ、ネタバレはあるんですけど。そうですね、ネタバレ気をつけつつも、まあ、本当にこう、この言葉使っていてますけど、意外と結構ノンストップアクションコメディみたいな感じなんで、こう停滞し、まあ、板垣さんが今停滞しない作品なんですけど、それをもっと停滞しないようにこうスピーディーに稽古をしている感じなので、まあ、見どころは全部が結構決めカードっていう感じが、ジェットコースターっていうのはあると思いますが、でもまあそのスピードについていけないほどスピーディーでもなくっていうのもあるので、なんか一個挙げるとしたら、僕が好きなところで言えば、なんかこう事件が起きているので緊迫してるんですが、そこの間に割とふって3人で、女性3人で喋ったりとか、女性2人でいろんなことを喋ったりとか、こう何ともない会話に、なんかこう女性らしさというか、誰々の奥様らしさとかが書かれてたりとかするっていうのは結構ほっこりしたりとかするのは、まあ、特に女性3人のお話なので、まあリースという役を主軸とした女性3人のお話なので、なんかこう女性らしい会話が面白いな、男性的に見てて思います。というわけで、お時間も来て、しまいましたが、そろそろ締めたいと思いますが皆様に一言ずつ、はい、メッセージをお願いします。扉の向こう側、兵庫が始まりまして、東京、そして名古屋まで突きますので、面白いと思うんですよね。これさっきも言ったんですけど、やっぱりこう日本も地方公演でこけら落としというかして、こう、ね、地方にもいっぱいこうお客さん呼んだりとか、お金を落としてもらって、日本中がこう演劇の街になるといいなと思いますので、ぜひ、もちろん東京公演もなんですが、地方は地方の劇場が、また兵庫の芸文は素晴らしい劇場ですし、ぜひこうそこから来て一緒について回ってたくさん見てください。そうです、よろしくお願いします。はい、この扉の向こう側という作品はですね、時空を行き来するタイムワープする、作品だったりもしますので、皆さんの人生の中でですね、あの時ああいう選択をしとけばどうだったかなとか、こういう選択をしてたら今頃
どんなだったかなとか、ご自身の人生と照らし合わせながらですね、この作品を楽しんでいただいて、そして未来はまた明日も頑張ろうみたいな、そういう風になっていただけると幸いですので、ぜひ劇場でお待ちしております。はい、私からは、サスペンスコメディー、サスペンスコメディーとは銘打っておりますが、非常にこういろんな世代とか男女を超えていろんな人が楽しめる作品だと思いますので、ぜひ、お友達、女性友達、とかでも構いませんし、恋人だったり旦那様と一緒に来ても楽しめる作品ですので、ぜひお気軽に劇場に足を向けてみてはいかがでしょうか。ということでお待ちしております。ではさよなら。さよなら。